ビンセント・アントニオ・ロッティーノは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州出身の元プロ野球選手、ビニー・ロッティーノとの表記もある。ウィスコンシン大学、ラクロス・セコーでは、遊撃手としてプレーしていた。2003年1月3日、アマチュアフリーエージェントで、ミルウォーキー・ブルワーズと契約。2006年9月1日のフロリダ・マーリンズ戦で、メジャーデビューを果たす。2009年は、 第2回 WBC のイタリア代表に保守として選出され、後に日本のオリックスでチームメイトとなるアレッサンドロ・マエストリともバッテリーを組んだ。2009年7月31日にクラウリオ・バルガスとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへトレードされ、メジャー昇格には至らなかった。11月9日に FA となった。2009年11月24日に フロリダ・マーリンズと契約。2010年11月6日に FA となったが11月20日にマーリンズと再契約した。2011年に3年ぶりのメジャー昇格を果たす。10月7日に FA となった。2011年11月16日にニューヨーク・メッツと契約した。2012年6月27日にウェーバーでクリーブーランド・インディアンスへ移籍した。 11月1日に FA になった。2012年12月27日、オリックスバファローズが獲得を発表した。2013年2月に右ヒーチの肘のひじかしら国局障害で離脱するが、4月には実戦に復帰し、ファームで調整。5月2日に一軍に昇格した。2013年10月25日、自由契約公示された。 2013年12月11日、韓国のネクセンヒーローズと契約した。2014年4月10日、キアタイガース戦で先発マスクをかぶり、アンディ・バン・ヘッケンと、韓国プロ野球史上初の外国人バッテリーを組んだ。同年は主に外野の控えとして起用され、韓国シリーズにも出場したが、ネクセンとの再契約は結ばれなかった。トリプル A 級。 ベビーケークス時代2014年12月17日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結ぶ。2015年オフに自由契約となる。2016年1月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。同年限りで現役を引退した。現役引退後はテキサスレンジャーズでスカウトなどを経て2021年より、 マリースポーツウィスコンシンでミルウォーキーブルワーズの専属解説者を務める。外野手での登録となっているが、保守や内野手もこなすことができる、ユーティリティープレイヤー。足もそこそこ速く、マイナーリーグでは通算116盗塁を記録。ありがとうございます。